おお、増えた増えた。あれ、ちょっと何してるんですかね、あなた。似合っているじゃないか。あれ、バレてる。匂いでわかる。レッド、鼻もすごいんだ。こいつ喋るぞ。魔法の町を出て、本来の能力が戻りつつあるらしい。この町も早く出たいものだな。本来の能力って、犬ですよね。弊社上に参ります。談話室。お、いるいる。あれ、隊長いない。バレるんじゃねえ。お前は隊長じゃないんじゃねえか。ではパレードへの意気込みを聞かせてください。我らミッドガル第7歩兵連隊はサボってたこいつ。この日のために厳しい訓練を行ってきました。一度最高のパフォーマンスをもってルーファウス新社長のご就任をお祝いしたいと考えています。ありがとうございます。最後にミッドガルの皆さんに向かって一言いただけますでしょうか。ミッドガルは現在、イエーイ、カージャ見てる。我々は皆さんの思いを背負って行進します。一緒に乗り越えましょう。よし、言うぞ。あ、何ですか。取材中なんですけど。お、隊長に敬礼。え、あ、隊長さんでしたか。失礼しました。ちょうどよかった。少しだけインタビューさせていただいてよろしいでしょうか。さすがにテロリストがテレビに出るのはまずい。今回のパレードは激戦が予想されますが、秘策などがありましたら教えてもらえませんか。ああ。隊長、さすがです。秘策を話してしまっては、秘策ではなくなってしまいますからね。休みは終わりだ。パレード会場へ向かう。ついてこい。はっ。追跡だ。まあ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 、さすがにあと5部隊は長いけど、うん、せっかくなんでね。おー、パネルが新社長ってずっとどこにいた。社長パネルが離れてあちこち回ってたんでしょ。現場をよく知ってるってことか。でもミッドガルの舞台のことは知らないってことだよね。私たちの実力を見せつけてやろうじゃないの。練習中だ、邪魔をしないでくれ。おっと、社長でしたか。社長じゃねえ、隊長だ。時間だぞ、俺が先導する。ついてこい。よいしょ。ここ2部隊もいたね。のパフォーマンス楽しみだな。2階。さらに下があるのか。これは隊長、パレードの準備は大丈夫ですか。現在準備中だ。あ、眩しい。パレード来てるんだ。あそこに行くと始まるね。お買い物はいかがでしたか。いかがでしたか。写真撮っとこ。本日ルファス社長が、あとはまだあと4部隊もあるんだよね。エルジュノで行われるパレードに参加された後、今後の新型カンパニーについて演説を行う。新たな時代の幕開けを前に。お、開いてんじゃん。バーだ。この遠征が終わったらアバランチ。何ですか。今大事な話をしてるんですけど。アバランチ。メット、メット。あ、申し訳ありません。隊長でしたか。自由時間終了。外に出るんだ。何か。ゲスト。隊長。あと3部隊。店はね。おや。あれ、イリーナじゃねえこれ。はあ、先輩の足を引っ張っちゃった。しかもそれを主任に見られたかも。
っといてくれます？でかいティンバス。いやこんなおしゃれなバーには行ったことないですね。東京とか行くと当たり前にあんのかな。これ苦情入るやつやで、死んだ兵が制服のままバーに入ってくるんですけど。ごちそうさまです。こっちか。ごめんなさい。この先は立ち入り禁止です。一般人は立ち入り禁止だ。一般人じゃねえ、隊長だ。まだ3部隊足りないんだけど。これらしい場所。表の方出ますか。武器屋フルアーセナル。刀。この世界に政宗以外の刀あんのか。隊長殿、新しい武器はいかがでしょう。エレファンバングワイルドブレス、うん、いらない。隊長殿、パレード応援してますよ。軍事都市の本領発揮ってところだな。最近の防具はデザインもいい。ここか、いたいた。さすが要塞都市長。おお、ごっついのある。戦的な武器が揃ってるな。でも俺たちの目的はフラモもある。あ、何、あんたも限定キットが欲しいのか。大将だ、ネット見ろ。大将、失礼しました。自由時間終了、外に出るんだ。了解しました。さあ、あと2部隊。たださ、この集め方だとさ、呼ばれなかった部隊はパレードに参加しなくていいのかってことになっちゃうよね。いたいた。おい！パネルの前で。あ、隊長、いいところに。カメラをお願いしてもいいですか。しょうがないな。はい、チーズ。お願いします。あ、これマジで撮影できるやつや。撮影はあるに。今だ。ありがとうございます。さすが隊長、バッチリです。家に飾らせていただきます。休みは終わりだ。パレード会場へ向かう。あ、俺なんかもらってる。記念パネルをもらった。あれ一人増えてない。あと一部隊。会員制バーには行きました。高級な酒がシャワリで飲めて最高でしたよ。へえ。でもお前、飲みに行く時間なんてよくあったな。ああ。で、資格。ちょっと。ねえ、みんなはあの顔出し看板をね見つけると顔を出してしまうタイプですか？俺はあんまり出さないテープです。さて、あれバレットだよね、多分。お買い物はいかがですか？あれ、もしかしてバレット？お手がフック船長になってる。ほら。なんだよ。俺はただの水兵だぜ。怪しいもんじゃねえ。怪しい。なんだお前らかよ。驚かせよ。バレット？うん？かわいい。俺の首黒作を笑うな。ごめんごめん。港の行き方は確認した。そっちはうまく寄ってるみてえだな。警棒持ってる。警棒トンバーか。意外と馴染んでいる。社長賞狙っちゃうんだよ。そりゃすげえな。応援よろしくね。
桜が一人増えたよ。さあ、あと1部隊。せっかくだから全部見つけたいよね。ちょっと怖いのがね、あれなのよ。全部隊を見つけた瞬間に、始まりかねないっていうのが怖いんで、ここら辺でちょっとセーブを一回入れておこう。さあ、あと1部隊。この中、宿屋。休憩されていきますか。ああ、もうしてる。回復してたよね。してるね。オッケーオッケー。いらっしゃいませ。あそことつながってる。もう一部隊どこいるんだ。兵士たちがいっぱいいるはずだから、下場に行けばわかるはずだと思うんだけど。顔出し看板この顔出し看板、顔の部分がでかすぎだよね。隊長に敬礼。どこの部隊だ。あと1部隊。あ、ここかぽいね。アルジュノン出張所受付。とりあえずこいつらだな。オッケーオッケー。この奥チェックしたら、さあ最後のメンバーですよ。星の恵み。あれチャードリー、お前本当どこにでもいるな。スキャンを実行。該当者あり。あ、クラウドさん、その格好どうされたんですか。いや、やっぱり聞かないでおきます。と秘密の潜入作戦なんですよね。僕も微力ながらお手伝いします。隊長、本日はどういったご用件でしょう。やることは同じかい。また何かお困りのことがありましたらいつでも声をかけてくださいね。緊張しすぎてあるか。基本的にあったアイテム全部星の恵みやな。どちらが勝っても恨みっこなしですよ。今行くと必ずパレード中に。おお、猫コニャン。限界ギリギリまで我慢するんだ。ここでも我慢してんのかい。さあ、それではね、行きましょうか。おそらく音ゲーが始まると思うんで、ちょっとね、ボタンを直していきましょう。はい、ということでね、バツと丸を戻してきましたんで、バツ決定になりましたね。隊長、隊長、お聞きしてもよいでしょうか。本日のパレード、フォーメーションはどうされるつもりですか。コンディションや状況を見て判断する。心配は無用だ。お前たちは俺についてくればいい。分かったら、すぐに外へ出ろ。はっ、失礼しました。ということで、ね、全部と、あ、これトロフィーあったんだ。よし、ね、これと同時に始まるのがちょっと怖かったんで、早めにセーブしたんだけど、大丈夫だったね。さあ、それでは全員集合しました。レグゴー。よし、それではここでセーブ。決定は今×です。さあ、それでは行きましょう。ミッドガル第7歩兵連隊到着いたしました。今度は間に合ったようだな。パレードがほどなく始まる。心残りはないだろうな。練習する。練習は大丈夫だろ。マルトバス直したし。変を見直す。
全く意味がわからん。そういうことじゃ。バハムートフォーム。最初のデフォルトこれだったでしょ。だからこの警備兵だと簡単なんだね。で全部警備兵以外に変えると難易度が一気に上がった。上がった、めちゃくちゃ上がった難易度。でも社長賞を狙うんなら難しいメンバーで行った方がいいんだろうね。こういうことか。はい、家にして、もう舞台は揃っているはずだが。さっきの舞台編成どこでするんだったんだろうね。あんま気にしてなかったけど、まあまあ今一番難しい舞台になりましたんで。準備はいいか。行きましょうか。セーブもしたしね。練習はしなくて大丈夫。行くぞ。ミッドガル第7歩兵連隊、気をつけ。最高難易度。これから俺たちは世界中が注目する中更新することになる。そしてわれわれの肩にはミッドガル市民の期待がかかっている。失敗は許されないだろう。しかし恐れることはない。隊長が先頭に立ち皆を引っ張ってくださる。我々は隊長を信じついて行けばいいのだ。ですよね隊長。ああ、最後に決めて。タタ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 タのポーズ。俺たちは優勝するためにここに来た。もちろん社長賞もいただく。それ以外にこのパレードのゴールはない。イエスサー。俺たちは誰にも負けない。イエスサー。俺たちは最強だ。イエスサー。軍隊だ軍隊。隊長、ちょっともうもういい、もうちょっとやりたそうだった。はい。はい。最近撃ったのはいつだ。5年前であります。今日の式典で撃て。しかしながら。バカ。この大砲の射撃演習は休止中です。ウータイとの停戦条件の一つですからな。構わん撃て。時代が変わったことを教えてやれ。さすが若、素晴らしい。ドンパチは気分が高揚しますからな。社長、そろそろお時間です。撃てよ。偉い人が来るとね、現場は大変なんですよ。祝賀パレード。
ドローンが飛び回っている。あ、来るや来るや、阪神優勝でもしたのかな。ただいま、私はエルジュノンに来ております。ご覧ください、この人の数、そして熱気、みなルーファース新社長の登場を今か今かと待ちわびています。阪神の優勝パレードの方がよっぽど客多いじゃねえか。続いてバイク部隊の登場です。見てください、あの華麗なドライビング。あうあう、私が来そうだ。スポーツか。趣味悪いな。ここでルーファウス新社長の登場です。お聞きいただけますでしょうか、この歓声。おっと、どうしたのでしょう。打たせる気やな。おお、コントローラーが揺れ出した。発射準備完了。さあ、新時代の幕開けだ。撃てー。おお、なんということでしょう。ジュノンのシンボルである魔光キャノン砲がなんと発射されました。おこんなん食らったらイチコロやで。あ、クロマント、あいつ勝手なことしやがった。